長堀通り上にある入口長堀バス駐車場は、大阪府大阪市西区新町1丁目5番号号の震災橋地区にある観光バス専用の駐車場である。収容台数20台、24時間営業、年中無休。貸し切り観光バスやバスツアーの集合場所として使用されているほか、2013年7月31日からは、ツアーバスから移行した高速乗り合いバスの、 停留所としてても使用されているこの駐車場が位置する長堀通りは昭和30年代に長堀川を埋め立てて作られた道路である。道路の中央帯部分には日本道路公団が地上と地下に駐車場を建設し1963年7月と1964年12月に段階的に供用を開始した。この駐車場には大型車も約40台が 駐車可能となっていた。しかし、公団の駐車場は、構造上の問題から渋滞の原因となっていた。上に老朽化も進み、駐車場の再整備と周辺整備を合わせて行う、長掘り通り改造計画が立案され、1992年から4年半を、費やして工事が行われた。工事中も、仮設の形で十二台分の大型車駐車場が確保されていたが、 改造工事終了後は閉鎖される予定であった。しかし利用者からは存続を求める声が強かった。また工事中の1995年には大阪市長に国際集客都市の実現による活性化を公約した磯村隆文が当選し、観光客の誘致と受け入れのためのバス駐車場の整備が課題となっていた。後に改定された。 大阪市駐車基本計画でも観光バスの駐車場を公的駐車場として整備する必要性があると指摘されている。これと前後して建設が進められたのが長堀バス駐車場で1999年12月から使用が開始された。最初の利用者は香港からの観光客を乗せたバスを運転する女性運転手であった。 当時大阪環状線内で観光バスの駐車が可能な駐車場は少なく2001年にユニバーサル・スタジオジャパンが開園すると他の大阪市道路公車管理課の駐車場は利用が低迷する中長堀バス駐車場は前年比3割増しの利用率を記録した2002年4月には第2期整微分の使用が開始され駐車台数が20台から32台に増加した しかし、大阪市の財政問題により、駐車場の管理運営を行う大阪市道路公社も、経営改善を迫られ、管理下の駐車場は、民間事業者に委託管理されることになった。長堀バス駐車場は、2007年4月から、ハウスビルシステムが施設管理者となった。ハウスビルシステムは駐車場を利用する、ツアー客200人に、自費で、大阪名物詰め合わせを配るなど、 独自の施策を行ったが、利用実績が振るわず2010年の更新時に別の業者に交代した。2013年8月には規制が強化された高速ツアーバスを受け入れるようになり、それまで南海南馬駅付近を乗降場所としていたバスが多数、長堀バス駐車場に移ってきた。しかし元の乗降場所から1トル以上も離れている上、 施設の制約から同時に扱える台数も限られ、利用者の評価は高くなかった。設置時の管理運営者であった大阪市道路公社は2014年3月末に解散し、その後は私立駐車場を指定管理者が管理する形態となっている。上記のように主にツアーバスから移行した高速バスの発着地として用いられている。移行当初は VIP ライナー。 アミリー号、桜高速バスなどの関東方面への路線や、九州方面への、豊かライナーなど、多数の路線が発着していたが、現在では、以下の路線のみが発着する。ページ数なしとある資料は、ページ数が振られていないため、表紙を1ページとして示している。クリスタ、長堀株式会社調査報告書、長堀自動車駐車場、日本道路公団、 1963年7月25日、2ページ。ページ数なし。日本道路公団総務部編集。日本道路公団20年史。日本道路公団。1976年、591ページ。日本道路公団20年史593ページ。細見正彦、松村博士、足見賢明、田中清津義、藤岡直樹、黒山康弘。 山田孝治、宮田明、長堀通り改造計画、大阪市建設局業務論文報告集、第二巻第一分冊、大阪市土木技術協会、1993年、1から12ページ。港勝彦、安全で快適な駐車場の創造を目指して、駐車場施策と大阪市道路公社、産業新潮第48巻第8号、1999年8月。 76から79ページ。港は正しくは、作りの上半分を、薪の上半分のように書く事態。AB 大阪市道路公社経営改善計画に、対する提言。大阪市道路公社経営改善計画策定委員。会第3回会議資料では2000年1月。長堀バス駐車場で、一言インタビュー。プール第5号。大阪市道路公社 2000年1月28日、6ページ。ページ数なし。読売新聞2002年12月12日付、大阪本社長官32面。産経新聞平成14年11月20日付、大阪本社長官26面。産経新聞平成14年4月18日付、大阪本社有官12面。大阪市道路公社経営監視委員会資料第1回会議。 資料、週刊町村第205特別編、道頓堀界隈大阪市中央区、朝日新聞2009年9月13日付27面。大阪市道路公社経営監視委員会資料第11回会議、資料バス事業のあり方検討会、ツアーバス新制度出張や就活、不便停留所使用駅から遠く、読売新聞2013年6月17日付夕刊11面。 大阪市道旅行者の解散についてありがとうございます。